Sometimes we act like a fool. Not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool. Not being good was only takers. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Think for a minute. Who you wanna be for a minute? コーチの試合見に来たことある？ない！ある！1回しかない。1回ある。あるんだ。でもいつも8番と8番。ほとんどない。8番って誰？8番。セット。8はトモさん。あっちが8って。え ?8?8 って今だ。8いないっす。8って8いないの？その8いなくなった。8いたっけ？8。どう大輔コーチはどうコーチどうほんとね、うん、普通ボアルス長野の背番号16番渡辺大輔です。僕が担当している、月曜日のボアルス長野のフットサルスクールなんですけど、南長野運動公園で行っておりまして、対象が小学校3年生から6年生、ボールを止めるだとか蹴るっていう基本的なボールを触れるっていうところに関してフォーカスして、トレーニングというか指導をさせてもらってます。一人一人がステップアップできるように、指導させてもらってますので、もしお時間都合良ければ、ボール蹴ってみたいっていうお子様いらっしゃいましたら、ぜひ南長野の運動公園の方来ていただいて、一緒に楽しくボールを蹴れたらなと思いますので、よろしくお願いします。南長野運動公園以外にも、ボアルス長野フットサルスクールですね、月から金曜日まで、行っておりますので、詳細は下の概要欄に貼ってありますので、ぜひご確認いただければと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、やっぱりサッカーっていうのがやっぱ一番メインに今はなってきてるとは思うんですけど、狭い、エリアで技術をしっかり磨いた上でサッカーっていうものに、つながればと思って、まあ若い年代から、フットサルを始めるっていうのがすごい僕はメリットのあることだと思ってるので、フットサル教室ってものはすごくいいものだと思います。もちろん並行して通うことは可能ですし、サッカーにつながるような、技術判断とかそういうところもしっかり指導させてもらってますので、ぜひサッカーに役立ててもらえるように、つながるように、指導させてもらいますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、南長野運動公園のフットサルスクール教室に関しては、子どもだけじゃなくて、子どもの終わった後に19時からですね、19時から、女子サルの方もやってますので、どしどし、ご参加お待ちしてますので、よろしくお願いします。